皆さん、こんにちは。一学年科学を担当します、木村です。これから科学で出した休校中の課題について、アプローチの仕方を詳しく説明をしていきたいと思います。皆さんはこれ、すでに取り組んでいますか すでに終わっているよという人にも課題についてわかりやすく説明をしようと思っていますのでぜひ最後まで見てくださいもちろん終わってない人は必見ですよ今回科学で課題として出した2つはまとめることがメインの課題ですともに 実験器具などの取り扱いや操作についての課題ですね。これらは皆さんが投稿して科学の授業を行う際に、どのような実験器具、実験操作があり、どのようなことができるのかを知っていてもらいたいために出しています。あらかじめこの課題を真剣に取り組むことができれば、 授業で何らかの探究活動を行うときに、どのような実験器具を使って解決するかを計画し、計画通りスムーズに実験器具を取り扱うことができるようになるでしょう。では、課題の取り組み方を一つ一つ見ていきましょう。まず、入学式の日に配布した プリント課題について説明します。このプリント課題は、教科書の14ページから17ページを参考にして取り組む必要があります。では、順を追って説明します。まずは、顕微鏡の使い方ということで、器具の名称を記入する欄があります。 ここに顕微鏡と答えるのは安直です顕微鏡にもさまざまな種類があります器具の名称は正式名称で答えてください次に顕微鏡の各部の名称を答える欄が顕微鏡のイラストのところにあります正確に記入してください そして右隣には基本的な使い方をまとめようとあります。ここでは使い方の手順をこのように1から順を追って説明してください。プリントの裏の説明に入ります。まずは左上。顕微鏡のレンズを除くと見たいものが 上下左右逆に見えるでは左横に書かれている観察物が上下左右逆に見えている様子を赤丸で囲った場所に書けていれば丸です次に右隣にあるプレパラートの作り方ではプレパラートが構成するものが何であるかを イラストで示されているそれぞれ2つに名称を記入してください。そして、その下です。観察物を高倍率で見たいときに、顕微鏡をどのように操作すればよいのか、方法をまとめてください。この手順は、1から順を追って説明すると、わかりやすくなって良いと思います。 安全に観察を行うためにやってはいけないことは何だろうそれはなぜかではやってはいけないことを箇条書きにすると見やすくて良いと思いますその際には右矢印などで構いませんので理由を必ず添えてくださいルーペの使い方については小さい欄ではありますがこれまで 顕微鏡について記述してきたのと同じように、箇条書きや番号を振るなど、工夫してまとめてください。プリント課題については以上です。これでプリント課題はできそうですか次に、休校となったために追加したレポート課題について説明します。 レポート課題は、プリントにも書いた通り、ノートを用意できない場合は、コピー紙やレポート用紙、ルーズリーフなどへ書いて提出しても構いません。そして、教科書だけでなく、インターネットを活用したり、他の参考書や書物を参考にしたりしてもよいです。まず、写真 A から D に写っている。 実験器具について、河川の通り実験器具の名称使用方法注意点をしっかりと記入してくださいこのときイラストを書いたり貼り付けたりすると各部の名称も書くことができて使用方法が説明しやすいのではないでしょうか次にこれ 写真 E です。写真 E については、画線の通り、実験操作の名称、操作方法、注意点をしっかりと記入してください。写真 E では、確かにいくつかの実験器具が写っていますが、実験器具の名称というより、実験操作の名称を求めています。 もちろん、実験操作の名称を答えた後、操作に必要とする器具の名称を合わせて答えるのは良いと思います。器具の名称だけではダメ。操作の名称は必ずということでよろしくお願いします。また、A から D の実験器具と同様に、イラストを書いて各部を説明すると、 わかりやすいと思いますぜひ試してくださいこれでレポート課題の説明は終わりですレポート課題も取り組めそうですかところで IB では教科にかかわらず活用できる学習のアプローチの方法 英語で略してて ATL スキルといいうものを挙げています。今回の課題では ATL スキルのうちリサーチスキル特にその中でもメディアリテラシースキルを十分に働かせ身につけてもらうために取り組んでもらうという意図があります。 メディアリテラシースキルとは、何らかの知識、技能を身につけたり、課題解決をしたりするために行う情報収集のリソースがさまざまある中で、リソースの特徴を理解した上で、集めた情報を目的に応じて正しく処理するスキルのことです。ぜひ意識して取り組んでください。 今回の課題の評価は科学的知識を詳しく述べているかどうかに着目して行います。詳しくは課題に関する振り返りの動画を上げますので、課題が終わったら必ず見てください。もしこの課題についてまだわからないところ、科学全般について質問等があれば、クラッシーで 気軽に聞いてください。それでは課題頑張ってください。休校明けに皆さんと会えることを楽しみにしています。